はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は KC カップ使用デッキ第4弾 KC カップ魂のデッキですね。傷だらけのヒーローデッキ、こちらをご紹介していきたいなというふうに思っております。これツイッターで ねケフタさんっていう方がなんかめちゃくちゃ連勝できましたっつってなんかレシピ送ってくれたデッキを、まあ、参考にさせていただいて、ギミックをね参考させていただいて組んだデッキなんですけども、非常に強力なスキル、この傷だらけのヒーローというスキルご存知でしょうか皆さん。これめっちゃ強いですね、やっぱこれで自分がその、デュエル中に受けた戦闘ダメージ、効果ダメージの合計値以下の攻撃力を持つエレメンタルヒーローモンスターを一体デッキから攻撃表示で出すっていうスキルなんですよ。だから、簡単にヒーローをデッキから呼んでこれるってことですね。まあもちろん効果は使えないですけどね、特殊召喚成功時とかの効果はメインフェーズ時に発動するとかいう効果があったら使えるけど、で、これを使ってじゃあどうやってやっていくかっていうと、まずねベールで耐えます、ダメージ受けます、ベールで耐えます、でベール出しますと、でスキル発動するとなんとねレベルが4が2体並ぶんですよ。もうスキルとベールだけで強いですよねこのギミックで。ランク4を勝っていくっていう感じですね。でランク4モンスターはヒーローではないモンスターたちしかいないんですけども、これね結構相性がいいのはやっぱりこのスキルとベールで作れるっていうところで、召喚剣を使わずに、ランク4が立てれる可能性があるっていうのがかなり強いですね。でもちろん他のまあギミックはヒーローに寄せてまして、ソリッドエアっていうギミックね、ソリッドエアで相手のバッグ破壊したりとか、まあ、エアでエア持ってくるとかねできますし、で、マスクチェンジでもちろん、例えばソリッドマンだったらダイヤにできますし、エアーマンだったらこっちの神風じゃねえや、間違えた、ブラストにできると、神風早く欲しいね。で打点が高いモンスターとかが出てきたら、まあ、ミラクルフュージョンで、このグレートトルネード出して半額セールして倒すか、もしくはですね必殺技ライトニングボルテックス、これがねやっぱりねパワーがちょっと低いデッキの、対策カードですよね。大体打っときゃ勝てるっていう。これをね、今回は思い切って3積みしました。これなんでかっていうと、請願がめちゃくちゃ多くてですね、ブルーアイズデッキが。なので、ちょっとね、ブルーアイズデッキ多すぎると、やっぱ打点で抜けないんで、かなり厳しいんですよ。なので、そういう時に、こいつをぶっ込むと、分からせることができるんで、これを思い切って3積みして、で、まあ、相手の攻撃はベールで耐えて、ライボルしてワンキルしてくるっていうですね。で、ワンキルにすごく有利なモンスターが、新しく追加されたこれ。気候忍者ブレードハート。これレベル 4×2 で作れるんですけども、戦士族の。これヒーローって全部戦士族なんですね。ですよね。で、しかもベールも戦士族ということで、これ相性が非常にいいと。で、こいつはね、2回攻撃できるよっていう効果を付与できるエクシーズモンスターで、打点が2200あるんですよ。これがすごく強いですね。だから召喚剣使わずにライボル打って、ベイルとなんかスキルで出してきたやつでこれで作ってこれで2連打したら勝ちみたいなこともあるんで、結構相性はいいね。はい、あとはまあ汎用的なねランク4入れてるっていう感じですね。かなり強かったです。勝率7割くらいはあったかな。1回崩壊使って調子乗ってめっちゃ連勝して、おっしゃ FA 使おうと思って FA 使って勝率なんか 20% ぐらいで、なんか全体勝率が 40% ぐらいに落ちてでやべえと思って、でヒーローを使ってなんとか勝率 50% ぐらいに戻ってきたって感じなんで、まあ、このヒーローデッキ単体で言うと勝率結構 70% ぐらいあったんですよ。めっちゃ強いです。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキ強えな。このデッキは強えぞ。10代様、これレベル上昇だろ、これどうせなんだろうな、レベル上昇打天使かな。打天使だったらほんまに嫌だな。ちょっとね、何が嫌だってね、清掃が嫌なんですけど、まずそもそもね清掃嫌なんですけど、ライトニングボルテックス効かないんで、親族の打天使となんか清掃とかいう魔法もなんかモンスターの効果もなんか無効にしてくるみたいな、あれが嫌ですね本当に。マジで突破手段ないやんけみたいなことあるんで。さあ10代様てか、これ冷静に考えたらこの対面熱いな。この対面結構熱いじゃねえか、なかなかの。やめて。あー出た、バイク自慢大会始まったよ。もうバイク自慢大会ほんまにもう無理マジで。何これ本当に、これが遊戯王なのか本当に。
これは遊戯王なのか。ちょっとベイル出すしかねえな。ベイル出すしかねえ。行けベイル。おかしいって、ただのバイク自慢大会だもんこれ。俺のバイク見ててくんねえかみたいな大会じゃんこれ。サイクロンマジいらねえわ今。今ガチでいらない。ちょっと本当にライトニングボルテックス引いて次。何を出してもいいみたいな。何を出してもいいみたいな。本当ね、マジでリンクモンスターでぶん殴りたいね本当に。あのモンスターは、あのバカバカバイク、マジでバレルソードとかで殴りたいわあいつ。ほんと調子乗りやがって。シンクロエクシーズ、まあ効果モンスター、通常モンスターのレベルはあれですけど、リンクモンスターはレベルを持たないんで、リンクモンスターであれば効果受けるんですよね多分。だからバレルソードって横にするのってできるんですよ多分。リンクモンスターで横にするとかできるんですよね。マジでうざいな本当に。もうなんかライトニングボルティックしかと負けるやん。やばい、まあ、ちょっと本当にやばい。伏せないのはありがたいけどね、まだ。はい、モンスター効果、はい、どうぞ。いいですね。いやマジでライトニングボルティックスだな。はい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 。で太鼓の白石、手札に加えてく、手札に加えてく。で3600か、え、あー出してくんの。なるほど、白切れるか。まあ、サイクロンは抜かれるの別にいいか。最悪、それは別にいいわ。あー引いてんな。さてはレイル引いてんな。レイルが手札に1枚あるっていうことを覚えておこう。はい、いいでしょう。で除外されてく、はい、どんどん除外されてく、はい、どんどん除外されてく。ライバル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 、マジでいい。もうそれはそれはいい。ライトニングボルテックスマジで頼む。ちょ本当にやばい。頼む頼む、ゲージカップ、うわ、俺のデッキは、俺のデッキは答えてくれるんだよいつでも。エレメンタルヒーロー、エアマンを召喚、エアマンのモンスター効果発動。デッキからヒーローモンスターを1体手札に加えることができる。そしてマジックカード、ライトニングボルテックスを発動。手札を1枚持ちのグリーン、てめえのモンスター全て破壊させてもらう。そしてスキル発動、傷だらけのヒーロー、傷だらけのヒーローによってデッキからヒーローモンスター遺体を特殊召喚できる。そしてレベル4のエレメンタルヒーローソリッドマンと、レベル4のベイルでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、これがあなたのヒーロー、飛行忍者ブレードハート、効果発動。ブレードハートの効果は忍者を2回攻撃させることができるぞ。バトルベース、いけー、ダイレクトアタック。何がバイク自慢大会だ。ライトニングボルテックス最強、これがライトニングボルテックス三髄の力だ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ユウマくんですね。よろしくお願いします。ユウマくんか、先行を取ったのちょっと若干、ベイルいるからプレミじゃないな。ベイルいるからプレミじゃない言うて、まあね、あのね、3連打されても知らないんで、さすがにガガガザムライとかブレードハートとかあっても多分大丈夫ですね。多分オノマトだと思うんだけどな。あんまりもうサンドラはいないのでオノマトですよね。はいはいはい、はい、オノマト、はい、どうぞ。オノマトランス、このスキルも頭おかしいけどね。カードゲームのくせに初手確定するってどういうこと。おかしくないこれ、これやってることおかしいでしょこれ。今 KC 最大最強、ぶっ壊れスキルランキング発表します。まず第1位、サイバー流王儀、あれは本当に頭がおかしいです。あれはあの魔法カードだけなのになんかしないけどモンスター出せるとかいう意味わかんないことが起きるんで、あれが一番頭がおかしいですね。で次、レベル上昇、レベル上昇はほんとバイク自慢大会が始まるんで意味わかんないんであれがおかしいです。で、3番目オノマトランス、なんか知んないけどカードゲームなのに初手確定します、意味不明です。この3個が、今回 KC のキモいスキルランキングトップ3ですね。キモスキルランキングトップ3。ズババ番長、ズババ番長の効果発動、いいだろう。ズババ番長の効果によって、はいはい、ドロドワーフでしょ。ドワーフ、これ何、まあでも6して6して4してって感じか。ローチ出されても大丈夫だな別に。マスクチェンジあるしな、深淵のなんかやつでも大丈夫だな。デッドレシーンとかは別にどうでもいいし、そんなに困るモンスターいねえけど、フォトンストリックバウンサーは全然いいよ。フォトンストリックバウンサーも全然は良くないか、別に全然は良くないけど、まあでも悪くないか。はい、ウィンド、はい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 、で展開してくる。ウィンド効果でこれまたもう一回ランク4が立てられるとか、
ドドドワーフとこれエクシーズするからあれだな。大丈夫だと思うんだよな。これ死ぬかな、死なないよね。1、2、3、4。あ、これあれか、一応バブルマンセットしといた方がよかったかな。これもしかしてさ、もう一回展開されたらやばい。これ番長、え、これもう一枚番長と死ぬ、俺もしかして、え、待って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 、そのままでタック、タックはいいわ、タックはいいわ。あっ2400人いるんだでしょ、それはいい、そこまでは別にいいんだよ。いや、オッケー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 。で、ぶん殴られた。で、場合によってベイル効果発動で特殊召喚していく、特殊召喚して壁出して2400回復していく。オッケー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 。なかったことになったぞ。いいぞ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 。2700くらったぞ、いいぞ。これ傷だけヒーローは使えるな。エアーマン来た、エアーマンが来た、エアーマンが来た。これはいろいろできるな。ですね、ですね、考えましょう。これスキル発動して、これあれだな、ダイアンは出さないとダメだな。エアーマン召喚で効果使おうかな。エアーマン召喚してこれでフォトントリックバウンサーの効果使います。それはどうか、使うか、そこでも止めると。はい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 、エアーマンの効果で止めてくる。まあ、それはしょうがないですね。では、スキル発動して、傷だらけのヒーローを使って、ソリッドマン特殊、ソリッドマン特殊して、で出してマスクして、融合して、で、ミラクルで、風男出して、いけるね、いけるね、多分いけるね、これいけるね。これだからマスクしてダイアン出して、でダイアンの2800ダイレクトでぶっ殴ってエアーマン出してきて、ミラクルだからいけろ。マスクチェンジ発動、ソリッドマンを墓地に送り、マスクヒーローダイアンを特殊召喚。いけるね、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 いけるね。これ半額セールしようか。テグだからマジックカード、ミラクルフュージョンを発動。ミラクルフュージョン、フィールド墓地のヒーローモンスターをゲームから除外し、現れろエレメンタルヒーロー、グレイトトルネード。そしてグレイトトルネードの効果によってお前の攻撃力は半分になる。行くぜバトルベース、行けグレイトトルネード、行け攻撃だ。そしてダイアンの攻撃、ダイアンは相手のモンスターを戦闘で破壊した場合、デッキからエアーマンを特殊召喚できる。いけエアーマン、そしてエアーマン特殊召喚成功時の効果発動。エアーマンでエアーマンを持ってくるぜ、最強だ、これが最強ムーブ。このデュエルはもらった、ダイレクトアタック、かっこよ。この盤面見てよ、最高にかっこいいな。さあお相手の方、どんなモンスター、ハゲか、ハゲって何だ、このジェイソン・ステイサムはどういうデッキだ、これ分からない、終わらないマナ地獄かな、メガロスラッシャー、あー終わらないマナ地獄恐竜みたいな感じかな、恐竜は珍しいね、なるほど、マーレラか、あーそれちょっときついんだよな、墓地効果なんでね、止めにくいんですよね、非常に。この生存境界っていうカードは、これさ、こうしといたらさ、なんか使ってくれそうじゃね、これ怖いっしょ、この伏せカード、これ生存業界で割れたくなるでしょ、生存業界割んないの、割ってよ。でもまだあれか、あれ、行っちゃうから割んないっていう説はあるか、生存業界で、メガロスマッシャーがここで割るっていう説もあるよな、生存業界効果で、はい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 、でバック割るよね、で破壊されてバック割られてライトニングボルテックスでした。今こそ入れよ、ライトロタサシンライデン、なるほど、モンスター効果、はい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 、なるほど、オッケー、いいですよ。でアサシンライデン効果でめちゃくちゃ落とされていく。ジャイアントレックス落ちた、やばい、ジャイアントレックス落ちた、やばい、ミセラサウルスやばい、やばい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 ぞやばい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 ぞ、2体か、2体、あ、そっか、さあ来い、
いやーそういうことか、なるほど。ルビキャラサウルス特殊召喚でモンスター効果発動、ジャイアントレックス除外されたから特殊召喚される。ただスクラップドラゴンでも大丈夫だ、ベイルいるしスクラップでいたとしても大丈夫、盤面が何もないから破壊するカードもない。深淵二層のまあ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 確かにそれは強いね、それは強い。バトルフェーズ入る、ぶん殴られていく。1700破壊、ダメージ食らったバーニングなんかベイルの効果そう、ベイルを特殊召喚、よし。これ傷だらけのヒーローで一応相手ソリッドマンか、あれだな、バブルも出せるな。ベビケラサウルス来た、ベビケラサウルス効果発動いいよ、それはいい。さあ来いモンスターをターン、はい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 。生存境界はあるかどうかですね。生存境界これライボル打つしかなくないか、深淵に潜むの、なるほど。効果発動して墓地効果は止めていく。いやーでもこれライボル打つしかないんじゃないかな、これライボル打って、ライボル打って前剥がすしかないよね。だってこれミラクルいらんくねえか、これミラクルいらねえわ、ミラクルいらない。生存境界、いやー強いなそれ。マーレラ、なるほど、やばいやばいやばい、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる、やばいやばいやばい。今こそ入れよ、はい、ベビケラからのベビケラ、ベビケラ、いや強い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 、やってること強すぎるって、それふざけんなよ。ベビケラサウルス2体の効果発動、破壊された場合デッキから恐竜族モンスターを特殊召喚できる。やばいやばいやばいの来た、ここでやばいの来た、モンスターを特殊召喚、やばいの来た、どうどないしよう。生存境界あるんだよな、生存境界あるんですよね、生存境界。これ深淵入れとくべきだな、そしてデッキの中に。やっぱカードをセットするしかない、セットするしかない。これでベイルで耐えるしかないわ。トラップ発動、いやまあそうだよね、そうだよね、それはそうだよね、そうだよね、それはそうだよね。まあでもベイルいるから、あ待てよ待てよ、これディノインフィニティが入ってたやばいな。モンスター効果、やばい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 ことに気づいた。待ってこれさ、万が一このディノインフィニティとかいう劇的にやばいモンスターが入っていたら、あいつは直接攻撃はできないか、恐竜族がめっちゃいるな、やばいな。まあ、何枚ですか、4枚ですよね、え何ですかこれ出てくんの、ここ出てくるの何これ、モンスターを、あーモンスター、やめてくれ、助けてくれ、うわやばい、バーニングナックラビールが、助けてくれ誰か、うわデッドレッシーで殴って、デッドレッシーで殴れ、デッドレッシーで殴れ、デッドレッシーから殴ってこい、デッドレイシーから殴ってこい、頼む、いやスキル使っとくべきや